神様、蛇様、お願いします。新しい年が始まりましたね。皆さんにとっていい年になりますように。今年の干支は蛇です。漢字は蛇ですが、干支の場合は身という漢字も使われます。ですから、今年は蛇年または身年です。蛇はちょっと怖いイメージがありますが、年賀状などの蛇は愛嬌があります。そして、特に白い蛇は神の使いで縁起がいいと言われています。でも、白い蛇はめったに見られませんね。蛇は金運を上げるという話もあります。ちょっと早いですが、今年のクリスマスプレゼントは蛇側の財布はどうでしょうか。一方、夜笛を吹くと蛇が来るという有名な迷信もあります。ですから、私は夜、絶対に笛を吹きません。今年は世界経済が良くなりますように、蛇にお願いしましょう。